皆さんこんにちは、山本郎です。実はですね、私は左利きの会というのを作りまして、なんで左利きの会と思いますよね。左利きの会、もう本当に左足の選手だけを集めて、例えば僕とか、まあ、まだ名前言えないですけど、いろんな J リーグの現役の選手も何人かもう入る決まってるんですけど、そこで、オフの時に左利きだけの子供、大人、中学、高校生みんな集めて、サッカースクールとか左利きだけのイベントをやるという、そして左利きをもっと育てていこうと。これ世界的に見るとアヤックスが世界で、各場所で、左利きだけのサッカースクールってやってるんですよ。まあ、アヤックスって結構右サイドに左サイドが左利きの人がいたりとか8人ぐらい使ったりするじゃないですか。だから、価値的にすごい左利きって高いので、そういう選手を育てたら面白いんじゃないかっていうのを考えてまして、ちょうど今年 J リーグ30周年だし、 YouTube のチャンネルのフリーキックもできるんで、一緒にやっちゃおうかなっていうので始めます。中学高校でこう両足蹴れるようになれって言われるんじゃないんですか。いや、もうそれはそれで両方足蹴れた方がいいですけど、やっぱ左利きって独特だから多分取りにくいと思いますよ。だ、例えばさ、右サイドバックが左利きだったら前には行かないけど、行くふりして中にドリブルしてったら、もう1枚剥がせるからチームとしては楽だよね。メッシもそうですもんね。そうですね、はい、レコーもそうでしょ、グティでしょ、うんうん、岩本でしょ、ロッペンでしょ、いっぱいいますよね。マルセロ、今ちょっと紛れましたね。紛れましたね。必ず自分の名前入れておこうかなっていう。それはもう結構違う違うなんですか、左利き。まあ、一応2人にオファー出して、あ、大丈夫ですよって話をしてるんで、うん、取材させていただいてます。ぜひぜひ、太田康介とパンチがあるんで、今町田にいるんで、あと福森も入るって言ったんで、まあ、ここからどんどん入っていったら、うん、面白いかなっていう。あとフリーキッカーもやっぱ自然と多くなるんですかね、左利きって。そうですね、キーパーは多分取りにくいと嫌だと思うよ。2人立ってればいいんだよ、右と左がね、うんうん、よく1人だけ立ってる人いるけど、俺的には2人立ってた方がやりやすいなっていう。右なのか左なのか、はい、海外の選手でケルさんがこうびっくりしたフリーキッカーみたいな感じですか。やっぱ海外はやっぱりいろんな選手いますけど、俺はやっぱりね、いっぱい挙げていいですよね。最初見た時衝撃受けたのは、間近でも見たけどジーコだね。あれも、彼も2歩ぐらいの助走であんだけ速くてペナ近くで落とせるから、なかなかいないですよね。現にベルマーレの時も藤田工業の時も2回入れられてるんで、すごいの1本も動けなかったよ、6枚ぐらい壁が。いや、それであの時が、彼が38とか39ですよ。それであれなんで、もう現役もっと若い時すごいんじゃないかなっていう。カーンも今51になってるんですけど、やっぱ年齢いってもやっぱキックの精度ってあんまり落ちないのかなっていう感じもしますけど、筋力次第かなと。当てるとかも分かってるから。でやっぱ現役の時はベッカムすごいなっていう。彼もね、あのプレミアリーグで、だから、ね、今と昔って多分昔のが不利だと思うんですよ。なんだか分かります。じゃあボールはあんまり気にしないんですけど、いや今フリーキックの壁って9.15じゃないですか、離れるの。みんな前出てくるんですよ。特に秋田豊か6名だからなんですよ、 5.5 とか。それでジャンプされてなかなか入らない。今はもう 9.15 でライン引かれて出てきたらイエローカードじゃないですか。だから今のキッカーの絶対有利だと思う。ああ、3メーターとか2メーター半ぐらいのね、距離の差があるんで、これは非常にでかいんじゃないかな。だから自分も現役の時は壁を置いてフリーキック練習したんですけど、6メーターで練習したんで、いつも3本前出して絶対出てくるから、今の選手いいな、蹴りやすいんだろうなっていう思ってますよ。であとはジャンフランコ・ゾラとかね、あとキエーザとかね、すごかったね。でもやっぱ同じ左利きとしてはやっぱレコバでしょうね。インテル時代にもすんごいこう曲げたりとか、でもまあ世界的にトップはやっぱあとジュニーニョでしょうね、ブラジル代表の、あの向かい手で衝撃を受けませんでした、最初見た時。今では何人か蹴るじゃないですか。いや、これ何度この魔球と思いましたよね。リオンでね、だってフリーキックだけで80投げ入れてるんですよ。そのあとはやっぱりもちろん中村俊輔もすごいし、まあいい選手いっぱいいますもんね。日本でもね、ミーラーズの向かい手もすごいし、だから2つ蹴れればいいんじゃないですか。
巻くボールもいけるし、巻くと思いながらちょっといい選手って変えれるんですよ、その瞬間に。そしたら向かい手に変えると甘えてくるなんて、キーパー構えた瞬間こういう、本田もそうだったじゃないですか。で本田の場合はもうほとんどもう向かい手だったからキーパー読んでましたけど、まあ2つ3つを蹴る直前に変えれればすごいと思いますけどね。面白いですけどね、それ駆け引きでキーパーとの、まあトレーニングすればいいんじゃないですか。でこの間のマンチェスターシティとバイエル国立見てきたんですけど、ザネのちょっと距離あるなって言った時に縦回転というか無回転っぽい左足はやっぱすごいなって、あれ見た時にすごいなっていうのと同時に、いや練習したいなと思いましたね自分で。そういうのもあるかもしれないですね、蹴れなかったボールを、あそう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 蹴ってみたいなっていう、無回転蹴れたら楽しいだろう、ね、ちょっと挑戦しようかな。やりたいこといっぱいありますね。ガンガン筋トレやりますよ、あとデッドリフトやりますよ、腰こうやって腰でこうやるとこう体幹なんですけど、めちゃめちゃ速いボール行くんですよ。昔現役の時測った時あって、最高が138キロぐらいだったんですけど、やってるとやってないで12、3キロのスピード速さ違う。そんな違う、はい、ミハイロビッチがいた、忘れてた。この間亡くなってしまいましたけど、ラッツィオの時すごかったんだよ。フリーキックだけで10発シーズン入れて、ディフェンスなの、そう1試合でフリーキックでハットトリックしたからね。ボクシッチとかね、財前がボクシッチにいじめられたらしいですよ、1年間行ってる時留学してる時。はい皆さん、ぜひチャンネル登録とグッドボタンを押してください。待ってます。